木下祐介は、大阪府大阪市平野区出身のプロ野球選手。宇藤右打ち、大阪市立上中学校時代は、ボーイズリーグの上ウイングスボーイズでプレー。徳島県の生工学園高等学校に進学し3年生時、全国高等学校野球選手権、徳島大会決勝で延長戦の末、徳島県立徳島商業高等学校に敗れ、全国選手権出場を逃した。 高校野球四国選抜チームに選ばれてハワイ遠征に参加。翌年、駒沢大学に進学するが、肘を故障して一年で中退。大阪でアルバイト生活を送り、フィットネスジムのトレーナーの後2014年からは、不動産会社で営業の仕事に就いていた。高校四国選抜チームの同僚だった、マスダ大輝が四国アイランドリーグプラスの徳島インディゴソックスで、 活躍していることに刺激を受け、2015年の開幕を控えた3月に練習生として同球団に入団。2015年は開幕後に支配下選手契約となり、このシーズンは15試合に登板し、防御率5.12であった。2年目の2016年は、主にリリーフとして28試合に登板、防御率3.45の成績だった。この年は、 6月に実施されたリーグの北米選抜チームにも選ばれた。2016年10月20日のプロ野球ドラフト会議で中日ドラゴンズから育成選手枠1位で指名を受け、支度金200万円、年俸300万円で契約を合意、背番号は201。なおドラフト時にすでに妻子がおり、入団会見は再取動席で行った。 2017年シーズンはファームで22試合に登板した。11月10日、同月25日から台湾で開催される2017アジアウィンターベースボールリーグにおいて辞退した浜田智弘に代わり、NPBUS 単選抜に追加招集で選出された。11月12日、現状維持で契約公開した。課題は明確。変化球の精度を上げること。 まっすぐの質を高めることと技術面の課題が多いと述べ2018年シーズンの支配下登録を目指すとコメントした。2018年は育成選手で唯一一軍キャンプに帯同しオープン戦で4試合に登板して5回を1失点という内容を評価され3月23日に支配下登録となることが発表された。背番号は98となる。 4月15日、又吉克樹に代わって、出場登録され、対横浜 DNA ベイスターズ3回戦の8回に、登板し、三者凡退に抑えて公式戦デビューを、果たした。2019年はわずか5試合の登板に終わった。また、シーズン中に、大阪市中央区で、ゴミ収集車を運転していた父親が、交通事故に相死亡する出来事があった。当時、 中日のシニアディレクターだった森重和は木下にすぐに大阪に帰るよう伝えたが木下は親父は仕事は絶対に休むなと言っていたんですだから試合に出てから戻りますと当日のに軍戦に登板した2020年2月25日一軍春季キャンプでの練習中に左足首を痛め飛骨筋腱脱臼と診断を受け3月10日に 左足飛骨腱の縫合手術を受けて試合復帰まで4ヶ月程度かかる見込みが示された。7月17日の二軍戦で実戦復帰当番を果たし、最速時速 152km を記録。一軍昇格後、9月5日の東京ヤクルトスワローズ戦で2点リードの延長10回裏に、当番した際、1回を無失点に抑え、プロ初セーブを挙げた。2021年は、 オープン戦で無失点の高騰を続け、開幕一軍を、ほぼ手中に収め、勝ちパターンの投手として期待されていた。しかし3月21日、開幕前最後のオープン戦であった、北海道日本ハムファイターズ戦の8回表に4番手で、登板し、西無双者の場面で、浅間大木と、相対して4球目を投じた直後に右腕を押さえ、膝をついて倒れ込み、 自力で動けずに担架に乗せられて退場、そのまま交番となった。この後名古屋市内の病院で診察を受け、右肩脱臼の重傷と判明、自身二度目となる精神的にも痛い脱臼となった。4月9日、大阪市内の病院で右肩前方脱臼重複術を受け、さらに検査の段階で担当医らが総合的に判断し、合わせて、 右肘内側側側副人体再建手術も行われた。トミー・ジョン手術は復帰まで約1年かかるため、2021年シーズンの復帰は絶望的となった。また、木下の怪我からの復帰を願うために、同じ中日のまたよしが自分が使用する野球メーカー、ローリングスに依頼し、木下の顔写真を使用した T シャツを作成した。 2021年7月6日く時半ごろ、名古屋球場での練習の休憩中に、息苦しさを訴え突然倒れた。意識を失い心肺停止の状態となり、トレーナーによる自動体外式所再動機での処置後も意識は戻らず、11時半ごろに名古屋市内の病院に救急搬送された。7月28日に第一報を伝えたデイリー人調の記事によれば、 練習場でかなり力の入った激しい運動をしている最中に倒れ、先に心臓周辺に問題が発生し、その影響が脳に及んで人工呼吸器を外すこともできない重篤な状態に陥っていたと球団関係者が話した。翌7日には、豊明市内の病院へ転院し、治療を続けていた。倒れる約1週間前の6月28日に、 球団の親会社である中日新聞社の職域接種を利用し、新型コロナウイルスワクチン接種の1回目接種を受けていたとされるが、接種との因果関係は不明とされ、政府閣僚の記者会見でも言及されることはなかった。木下の状況は前室の身長のほか、同月29日にスポーツ日本でも伝えられ、この時点で病状は予断を許さない状況になっていた。 しかし、木下の意識は回復することなく、同年8月3日に死去。27歳ボー死因は、家族の意向により非公表。死去は3日後の8月6日のスポーツ日本で、第一報が伝えられた。同日取材に応じた、球団代表の加藤博之は、詳細な病状などを早く伝えなかった理由として、家族の意向があったことを挙げている。 NPB 現役選手の死去事例は、2010年の尾瀬、広行以来となった。8月8日の中日対西部のエキシビションマッチでは、球団機が長期になり、チーム全員が左肩に無償をつけて、試合前に両球団が黙祷した。中日ガーベンチ内には木下が着ていた背番号98のユニフォームが掲げられた。また、中日先発投手の小笠原慎之介は、 本来、キネの登場曲である湘南の風の黄金魂をこの日限定で登場曲に使用した。9月5日の一軍 DNA 戦とファーム、阪神戦で追悼試合が行われ、監督、コーチ、選手全員が背番号98の特別ユニフォームを着用した。バンテリンドームのマウンドには98が施され、試合前にはバックスクリーンに 木下の勇士を振り返った映像が流された。その後、木下の親族、監督の与田ツヨ選手代表の王の由来、竜優や、木下拓也、京田洋太がマウンドに喧嘩を行った。喧嘩後は、木刀が捧げられ、木下の長女と長男が支給式を行った。支給式後は、木下の登場曲、黄金魂が流れる中、木下の子供二人が、 中日ナインとハイタッチを交わした。また、ファームでは、木下の兄が、始球式を行った。なお、一軍の対戦相手、DNA ナインも、山崎康明の発案で帽子などに、98を、記して、試合に臨んだ。最速時速1 5 0トルを超えるスピンが効いた、浮き上がるような軌道のストレートと落差の大きいフォーク、スプリットが武器。フォークは、野も秀夫、 スプリットは田中正宏から握りを伝授されている。その他、スライダーなども投げる。2021年より野球解説者に転じたばかりの藤川球児からは、2年前から気になっていたと言われ、投球フォームの右腕のトップまでの入り方がうまい、ことから、ストレートが強く、角度が良いと評されていた。藤川によると、ボールの軌道は、自身やライデル・マルティネスに近いと評していた。 2021年の春季キャンプで東北楽天ゴールデンイーグルスとの練習試合があった際、全く面識がないにもかかわらず、メジャーから日本球界に復帰したばかりの田中正宏に、投球の教えを交うとした。中日ブルペン捕手の三輪の刑事を介して、中日でのプレー経験がある、楽天投手コーチの小山慎一郎に頼んでもらい、実際に田中から直接スプリットのアドバイスをもらうことに、 成功した。周囲からその度胸と意識の高さから躍進を期待されていた。プロ入り後も生光学園高校時代の監督、山木太二のもとに、毎年妻子や両親と共に近況報告に訪れる律儀な性格であった。また、男気にあふれる一面もあり、チームでは後輩選手の良き兄気分として、プレイだけでなく、言葉でも鼓舞していた。 中日同期入団の京田陽太や笠原翔太郎とは家族ぐるみの付き合いで特に京田からは兄のように頼られていた。木下と同じ育成選手出身だった三妻、拓也とは育成の辛さの一番の理解者としてプライベートでも付き合いがあった。中日スポーツの中日球団担当記者である川本光則は木下についてチーム内には様々な人間関係がある。 ただ木下武史投手を挟めば、皆が会話できる。まさしく愛され、キャラと綴っている。憧れている投手に、斉藤和美を挙げている。木下は、マウンドでの姿が、ザエースという感じで、背が高くて顔もかっこいい。独立リーグに入るとき、背番号を第三希望まで聞かれて第一希望を18番に。 したら、それが通ってしまったけど、やっぱり第に希望の66番が欲しかった。いつかつけてみたいと語っている。2018年に支配下登録された際は、球団から69などの背番号を提示されたが、その中で最も大きい98を選んでいる。これは、徐々に自分の実力でいい番号に近づいていこうという、思いから選んだという。 また、99の松坂大輔と連番になったことで、喜んだが、翌年に松坂は18に変更となり、最初は落ち込んだが、次第に8は一緒と、前向きに考えたという。2021年のオープン戦で右肩を脱臼した際は、手術か保存療法にするかで悩み、かつて中日に投手として在籍し、 同じ故障を経験した巨人のスコアラーを務める中里厚氏に関係者を通して相談。中里の経験談を聞いた木下はすぐに手術に踏み切った。中日でのチームメイトで東京オリンピックの野球日本代表の大野雄大は木下の死去から数日後の東京オリンピック野球競技の表彰式の際に天に向かって金メダルを掲げた。これは大野が 金メダル取ったら見せてくださいねと生前の木の下から言われていたことによるものである。浅い企画所属のお笑いトリオであるニュークレープのメンバーのナターシャとはいとこにあたる。出展は四国アイランドリーグプラスウェブサイトの年度別個人成績による。ありがとうございます。